る。トムドンです。クリトンです。ナイトンです。ママドンです。ライトンチャンネルです。今回は、はい、ルイトンの誕生日。イエーイ揺れてる揺れてる。はい、というわけで、はいはい、今回は、はい、ルイトンね、まあ、お祝いをしたいんですけれども、まず準備として赤ちゃんでも食べられるケーキを作りたいなと思います。やったー。ケーキを作った後、部屋のお飾りをします、うん、で、その後プレゼントの贈呈をやったしたいと思います。じゃあ早速ケーキを作っていきましょう。サンドイッチ用の食パン、耳がないやつですね。あまおう、いちごですね。ベビーダノンのいちご、プレーンヨーグルト。まずこちら器を用意するんですけれども、手のひらより少し大きいぐらいの器を使ってるんですけれども、お茶碗とかでいいかと思います。食パンを敷いていきます。流し込む。はい、ここに入れていきます。どういうふうに。もう普通に下に、そう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 です。そう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 、いい感じ。はい、で、はい、で、軽く押してもらって、一旦閉めてもらって、で、これをギューッとギューッと下に押していきます。ギューッと。このケーキを飾るお皿を用意します。まずこれを開いておきます。開いてください。これをそーっと、じゃあこうやってやろうか。こうやってかぶせて、これをひっくり返す。はい、ひっくり返して、ほい、よいしょ、よいしょ、上手。そーっと置いて、じゃあそーっと器を持ち上げて、できた。お、いいですね。これでベースが完成しております。裏で伸ばしていく。伸ばしていきましょう。 OK。 そうそうそう、さっきより綺麗に混ざったね。お、いいね、いい感じ、感じ、いい感じ。いいのから。綺麗やん、これだけでも綺麗やん。はい、ライトが映ってる。ん？誰？お前もつけよう。はい、完成しました。ルイトンのお誕生日のお祝いでございます。やったー。ろうそくに火つけたいと思います。 Happy birthday to youHappy birthday to you!Happy birthday dear Luiton!Happy birthday to you! ノリノリだ！じゃあお兄ちゃん代わりにヒントしてあげて、せーの！オッケー！おめでとう！やったぜ！早く食べたいね！じゃあこのね、ケーキはね、みんなで食べましょう。はい、じゃあルイトンは中のヨーグルト、でライトンは外見のね、食パンとイチゴをメインに。イエーイ、一枚を取る。パク、あー、美味しい。パク、あー、どうですか。うまい、うまい、うまい。うん、あー、美味しそうな顔して。どう、ライト。うん、うまい、うまい。おー、ルンルンだ。足バタバタして、あら、ほっぺがキュッてなってる。あら、おいしい。あー、いいな、大きくなっちゃいけて。
あらあら、アシスタバタしちゃってます。で、今回ね、お茶碗よりちょっとだけ一回り大きいサイズの器使ったので、うん、ちょっと全体的に量をたくさん使ったんですけど、はい、ちっちゃめの、特に赤ちゃんの、あの器とかだったらもうちょっと少ない量でいけると思うので、うん、あー、嬉しいね。おいしい。やったー。おいしい。あー、おっきいお口。ニコニコ、足もブンブンしちゃって。あら、あー、おいしそう。はい、というわけでケーキ作りからケーキを食べてお祝いからということで、次はプレゼント。いろいろね、悩んだんですよ。まあ、ファーストシューズにしようかなとか、おもちゃにしようかなとか悩んだんですけど、まあ、今ちょうどあったらいいなって思うものがあったので、それにしました。で、ルイトンに渡してあげてください。はい、はい、おめでとう。おめでとう。やったぜ。やったね。うん、はい、なんだろう、プレゼント。よいしょー。ねえ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 、よいしょ。ほっ、なんだ。はい、これは食器なんですけれども、テーブルにぴったりとくっついて取れないっていうお皿のセットと、フォークとスプーンがついております。じゃじゃーん。わー、あ、結構でかい。結構でかいぞ。結構でかいね。でかいね。こんな感じでね、カラフルな容器になっております。で、今まだ押してないんですけど、軽く置くとこんな感じなんですけど、これをグッとするともうぴったり離れません。いや、離れる。ギュッてやると離れません。離れる。ギュッてやると離れません。で、ここにね、ちょっとポコッとなってる部分があるので、これをつまむと取れます。これはこっちを下にして、こうやってギュッて、まずこれを固定させるようですね。で、その上からこれを置いてギュッとすると、さらに頑丈になるのかな。満足じゃんみたいな。いや、満足じゃんみたいな感じ。あの、ワンプレートにできるやつあるじゃん、プレートのお皿もう考えたんですよ。で、それも動かないプレートってあるのよ。なんだけど、それごとさ、レンジにかけることってさ、難しいじゃん。いろんなもの載せたりっていうのもあるし、なかなか洗ったりそれを置いといたりするのって、ちょっと大きめだとうちにはあんま向いてなくて、で、まあ、すごい可愛いプレートもあったんだけど、悩んだ結果、やっぱそれぞれ別になっていて、レンジにもかけられて動かないっていうものにしようと思ってこれにしました。で、これも蓋もね、ついてるので、保存とかする時にもこれ便利。びっくりしました、全然取れない。すごいね。はい、というわけで、はい、ケーキも食べてプレゼントも渡しました、はい、ということで、レイトンね、1歳になりましたが、はい、まあ、一応ね、修正1ヶ月分があるの で、 修正月齢で11ヶ月なんですけれども、まあ、無事1歳になり、まあ、保育園もね、始まるということで、はい、これからどんどんね、成長していくと思います、長くね、見守っていただけたらと思います。はい、というわけで、ケーキも美味しそうにできたし、プレゼントも良かったねと思った方はグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。バイバイ。